尾道自動車道は、広島県尾道市から広島県三吉市へ至る高速道路である。法令上の正式な路線名では、島根県側の松江自動車道とともに、中国横断自動車道尾道松江線の一部である。略称は、尾道道。高速道路ナンバリングによる路線番号は、松江自動車道とともに E54 が割り振られている。 全線が新直轄方式で建設されているので、全線通行しても料金は発生しない。ただし、山陽自動車道との接続部となる、尾道 JGT 尾道本線料金所間は、ネクスコ西日本の管轄区間のため尾道・北 i c 以南を通行するには、高速道路通行分の料金が必ず発生する。試行主体における事業名は、 中国横断自動車道尾道松江線で統一されており、報道でも尾道松江線として報じていたが、2010年10月8日に事業主体である国土交通省と西日本高速道路から南部の尾道 JGT セラ IC 間が2010年11月27日に開通することと、開通区間の道路名が尾道自動車道となることが正式発表された。ただし、 一部の工事受けを医者側の紹介サイトでは、以前から、尾道自動車道の故障を用いていたものもあった。2010年11月27日に、尾道 JCT セラ IC 館が開通。その後、2014年3月30日に、キサインターチェンジ3次東 JCTIC 館がそれぞれ開通し、2015年3月22日に、セラ IC キサインターチェンジの開通をもって、 全線開通となった。セラ IC の設置場所は国道432号を介して府中市北部の上下町にも近い。同地域はこれまで府中市南部へのアクセス面でも不利であったが本路線の開通で利便性が高まった。新直轄区間が 60km 以上ある松江自動車道と三次東 JCT で接続するため松江自動車道と合わせると 尾道北 IC から水戸焼木 IC まで1 0 0トル以上無料で通行できることとなった。尾道自動車道の本線上の休憩施設は設置されていないため IC に近接する道の駅として道の駅クロスロード三木道の駅、セラなどがあり、国土交通省ではインフォメーションの中でこれらの施設を利用して休憩することを推奨している。一方、 温泉上にガソリンスタンドを併設した休憩施設が存在しないことから国土交通省及び沿線自治体では全線開通の際のインフォメーションの中でインターチェンジ近くでの給油を推奨している。しかし、インターチェンジ近くのガソリンスタンドが少ないこともあって新直轄区間を管理する国土交通省中国地方整備局では一般道のガソリンスタンドに案内する 看板設置を検討する一方で、おの道に入る前に十分な休養を促す看板の設置を考えたいとしている。一部区間に追い越し車線あり、24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。